じゃ。こんにちは。はい、豊さん、はい。はい。シーズンもそろそろ終盤に差し掛かってきていますが、うん、まあ優勝のね、はい、争勝の真っただ中、うん、まあそんな中で、まあ寂しいニュースというかね、はい、この時期になると、はい、9月に引退を発表した選手、はい、まあ投手編ということで、はい、まあお送りしていきたいと思うけども、はい、やっぱ寂しいね、こういう名前を山井、岩田、桑原、中田、うん、まあ一時代を築いた投手たちだよね、はい、うん、で山井、43歳、はい、うん、中日ドラゴンズ、はい、ね、まあ一筋だったね、はい、で登板数が335試合、はい、まあ主に先発だったかな、うん、で62勝70敗、はい、38ホールドの20セーブと、はい、防御率が 3.75、はい、まあ、立派な数字だと思うんだけども、はい、俺の思い出の中で、うん、2013年、はい、DeNA のコーチをやってる時に、はい、ノーヒットノーランをやりやがった。それが DeNA 対 DeNA 戦ですね。対 DeNA 戦、はい、いやこれはさ、はい、病はね、まあ、狙って DeNA 戦に投げてきたというか、はい、やっぱ得意だったんだろうね。うん、で、まあ、ミーティングをいろいろして、うん、今日は絶対病から勝つぞっていうようなことで臨んだゲームでノーヒットノーランやられたんだけど、はい、何が打てなかったかっていうとさ、やっぱ縦割れのカーブがあったんだよね。はい、でもその遅いボールに惑わされるなと、うん、ね、遅いボールなんか一番あの球が持ってるボールの中で一番遅いボールなんだから、はい、ね、溜めたら当たるって、だからそうやってくれと、タイミングさえ合わせるようにして、うん、だから、まあ、はい、速いまっすぐを基本的に待って、ね、そのカーブは一番遅いボールだから、ね、順番的にはだからそれは溜めてなんとかファウルにしろって言ったのね。ゲームが始まったら、ね、ずっとヒットがないじゃない、はい、で一回集めて、うん、どうなんだと、みんなタイミングがバラバラになってて合わないけどどうなってるんだって選手に聞いたの。それは序盤でですか？うん、5回ぐらいか、はい、でどうなってんだって言ったら、宇田川さん、あのカーブが意外と早くシュッと落ちるんですよって、だから溜めようと思ったら遅いんですって、打ちに行ったら早いしって、だからタイミングの取りづらいピッチャーだったらしいんだよね。まあ、そういう、まあ、秘話があるんだけど、でも病というのはさ、やっぱり日本シリーズで8回まで完全かな、うん、ありました、あったよね、完全試合間もなくっていう、うん、であと3人でっていうところでピッチャーを岩瀬に変えるわけだけど、中日ベンチがね。でもその話は後々聞くとさ、もう病のこう豆がもう潰れてて限界だったらしいんだよね、うん、なるほど、うん、まあ、それでも打たれるまで病をマウンドに上げてたらどうだっていうことも言われてたんだけど、はい、でも病がもう交代するって言ったらしい。うん、だからすごいこうインパクトを残した、はい、すごい素晴らしい投手だったよね、はい、うん、まあ、今年は調子悪かったのか、どっか故障してたのか、それとも若手の台頭で出る幕がなかったのかね、はい、まあでも寂しくなるね、病がいなくなると、 DeNA にとっては天敵がいなくなると、はい、ね、いうピッチャーだった、はい、はい、そして岩田稔、はい、37歳、うん、阪神タイガース、はい、登板が200ちょうど、はい、で60勝82敗防御率が 3.38、はい、防御率なんか素晴らしい防御率をしてるよね、うん、はい、でね、このピッチャーも DeNA に強かったな、はい、やっぱ大きなね、カーブがあるんだよ、うん、それに合わないんだよね、みんな。だから結局カーブが苦手かっていう DeNA は感じだったんだけど、はい、いいところまで攻め込むんだよね、うん、攻め込むんだけどあと1本を打たせない、そういう粘りのあるピッチャーだったよね、うん、体的には糖尿というね、病気と戦いながら、はい、まあ、インスリンを打ちながらっていうような、まあ、疲れたろうね、ね、もう夏場とかね、普通一般の方でもね、うん、大変ですけど、スポーツ選手となると、うん、またそれはすごく大きな、そうだね、ね、ことだったでしょうし、そういう人たちに、はい、まあ、勇気を与えられる、うん、
ピッチャーの一人ではあったよね、はい、うん、またこうちょっと寂しくなるけどもね、はい、まあ阪神もピッチャーがね若手が育ってきてるしね、うん、まあ仕方ないのかなっていう、体も限界に来たのかなっていうような感じがするよね、はい、岩田も阪神一つ、はい、ね、小原、はい、健太郎、はい、35歳、はい、阪神、阪神だけどもともと DeNA なんだよ、うん、横浜ベイスターズ、はい、でオリックス行って阪神行った、はい、3球団を経験した、まあ、苦労人ということでね、うん、で登板数が242、はい、15勝13敗、はい、78ホールド防御率が 3.61、はい、まあね、カッターだよ、うん、もうスライダーで、まっすぐ投げてもナチュラルにカットする、うん、だからヤンキースのリベロ、うん、リベラっていうピッチャーがいたんだけど、はい、そういうピッチャーのタイプだったよね、うん、もうそれ一本で勝負するっていう、うんうん、そういう感じの投手で、はい、まあ、78ホールドの中で一時期1、2年バーッと輝いた時期があってさ、はい、いやー、もうこのピッチャーが投げてきたら、まあ、左バッターはもう全くダメだわみたいな、うん、そういうピッチャーだったんだよね、はい、うん、だから一時代を本当にこう輝かしく、まあ、登板したという、はい、そういうピッチャーだったよね、はい、はい、で中田健一、はい、39歳、はい、これも阪神、はい、うん、でもともと中日、うん、で FA でソフトバンクの方に行ったのかな、はい、で、阪神が最後になったんだけども、はい、登板が297、はい、100勝79敗、はい、16ホールドの1セーブ、はい、大したもんだよね、勝ち越してるんだもん、うん、100勝で79敗しかしてないという、本当そうですね、ね、で防御率が 3.75、はい、中日の時によく対戦した、うん、やったよまずね、ボールに力があるんだよ、はい、スピードガン以上になんかこう押し込まれるという、うん、そういうピッチャーだったんだよね、はい、攻略法とすればさ、うん、もうとにかく黙って立ってるって、黙って立ってる、うん、フルカウントになるからって結局コントロールが自滅型なんだよ、なるほど、でもこのピッチャーがまとまってたらもっと勝ってると思うよ、うん、でも自滅型ってフォアボールをよくくれたんだよ、うん、だからフルカウントになるからフルカウントからの勝負だと、フルカウントで一球ファールしてみろって、ストライクをフォアボール取れるからみたいな、そういう感じのピッチャー でも力があるからさ、はい、そう簡単じゃなかったわけよ、うん、だからそういう手法戦法に出た時もあったんだよね、うん、だからそういう意味ではなんていうの、まあ晩年ね、はい、よりコントロールにちょっと苦しんだかな、うん、うん、やっぱボールに力がなくなってくると力んだりとかしちゃうじゃない、そしたらやっぱ制球も乱すということで、はい、そういう意味からすると、まあ、晩年ちょっと苦しんだかなっていうような感じはするけど、はい、まあ若い頃なんかボールの角度はあるしさ、力はあるしボールもよく動かしてきてたし、うん、ボールを選べっつってんのにボール振っちゃうんだよ、だからいいとこから曲がったりとかいいとこから沈んだりだとか、うん、そういうするピッチャーだったよね、うん、で、やっぱ縦割れのカーブもあったね、それが決まるときはダメだったね、こちらとしてはダメっていうことですね、中田投手としてはすごくいいってことですよね、最高だよ、最高だ、はい、もう楽に投げられるというような、はい、そういうピッチャーだったんだけど、うん、まあこの、まあ、一時代を築いた投手たちがね、はい、まあ、引退するということ、なんかまだできそうな感じもするけどね、うん、まあでも決断したんだなと思うとさ、はい、ちょっと寂しくなるなというふうにね思うよね、はい、うん、年齢なんかを見ていると、うん、まあ本当35歳から43歳、うん、まあ、そこを8年の差言いますけど、うん、やっぱそれぞれの選手ここでいろんなことを考えての決断なんですよね、まあそうだね、まあ、小原なんかさ、もういい時はもう馬車馬みたいに働いてたからね、うん、もう何かあったら小原何かあったらクワっていう風に、はい、当番がギュッとなってたから、やっぱこうこの35という若さでも、まあちょっと肘肩とかね、そういうことに負担が来たんだろうなっていう風に思うよね、はい、でもみんな今回引退する選手防御率が3点台、うん、ね、そうですね、いやすごい、3点台を
通算で誇れるっていうのはすごい立派な数字だと思うよ、うん、ね。まあそうですよね。だって一時期は良くて一時期が悪くてって、もしあっても通算で3点台というのは素晴らしい成績ですよね。いや本当そう。この3人は、はい、山井、岩田、中田っていうのは、はい、先発ローテーションにずっと入って活躍した時期もあるし、うん、はい、まあ桑原なんていうのは中継ぎエースと言われた、うん、やっぱみんなその時代でエースと言われた人たちだよね、はい、うんうん、だからまあ残念だけどもね、はい、うん、みんな苦労人だし、うん、後輩の指導にね、そういう得たものを還元してほしいなというふうに思います。はい、ね、長い間お疲れ様でした。お疲れ様でした。